大井競馬第11競争メインレースを迎えました重賞第44回サンターニタトロフィー S31600m のハンデ戦14頭で争われます人気やや割れ加減ですが3歳はヒーローコールそして連勝はシュワゲイトこの辺りが人気を集めています枠入りは当番のシュワゲイト 5 1、51. 5キロで騎乗、辰代隆二騎手10番ゲートへと収まりますそして3歳はヒーローコール収まりまして出走の14頭そのうち13頭がゲート内枠入り最後は14番タイムフライヤーライアン・クアトロ騎手 収まりますゲートイン完了スタートしました外から当番のシュアゲートが内へと切れ込んで花を切っていきます追っていくのは13番リコーシー・ユルフそれから4番のピュアオーシャン並んでいくのは6番のエスポワール街前に迫っていきます外から9番ロイヤルペガサスさらには12番ダノン・スプレンダーが続いて前は広がって1コーナーカーブ あとは内を通って4番のピュア・オーシャンが追走しています前は12コーナー中間先手は当番シュアゲ・ゲイト並んで13番リコーシー・ユルフ1馬シーハンサー6番エスポワールガイ続いて並んでいくのは9番ロイヤル・ペガサスで向こう上面内側4番ピュア・オーシャン若干上がってそれから12番のダノンス・スプレンダー間が空きました11番ゴライアスその内を通って黄色い帽子は8番のヒーロー・コール内々2番マムティ・キングその後ろ7番デュープロセス あとは14番タイムフライヤー続いて後方勢1番のマース・インディー内側には3番サブのハクタカわずかにシンガリ追走5番トランセンデンス前は3コーナーカーブ34コーナー中間に差し掛かります先頭登板のシュアゲー・ゲイトリードが3馬身4馬身広がっている2番手内から4番のピュア・オーシャンが上がってきたその後ろからは6番のエスポワール・ガイ4コーナーカーブから直線 先頭、登板のシュアゲイト2番手から追ってくる4番のピュアオーシャン3番手以下、外から6番エスポアールガイその内からは13番リコーシーウルフ・ユクヒーローコールは苦しいか先頭は登板のシュアゲイト4番のピュアオーシャンが2番手3番手以下後方から14番のタイムフライヤーを追い込んで3番手を伺かがっている先頭は登板のシュアゲイト、辰城やったゴールイン登板のシュアゲイト9連勝で重賞制覇 安城達代隆二騎手も重賞初制覇当番のシュアゲイト連勝でこの第44回サンタンタトルフィーを制しました2番手が4番のピュアオーシャン追い込んだ14番タイムフライヤー3番手その後ろは広がって2番マムティキング12番ダノンスプレンダーさらには6番エスポアールガイ4番手以降で広がった入選先手を取って当番のシュアゲイト1人旅逃げ切りました 9連勝で重賞制覇安城・辰代龍司騎手も待望の重賞初制覇です勝ったのは登板のシュワゲイト2番手4番ピュアオーシャン3番手が14番タイムフライヤー掲示板勝ち時計は1分38秒3上がり4ロン50秒13ロン38秒2と上がっていますどうぞ確定までお待ちください ただいまから第44回サンターニタトロフィー競争の優勝旗手インタビューを行います。見事な手綱さばきでございました。手話ゲート号太刀郎龍二騎手です。優勝おめでとうございます。<laughs> まずはレースのお話から伺いましょう。パドックで。馬にまたがった感じはいかがでしたか、えー。まあ、今日はいつもより入れ込んでるのかなっていう感じはしましたけれど。まあ、あの。 まあ状態はまあいつも通りかなっていう感じで返し馬乗った感じはそんな感じでしたねコースタートから逃げの手に出ました作戦通りでですすかそうね今日は51.5というハンデをもらってましたのでまあできれば逃げでハイペースで逃げても少々ハイペースで逃げても止まらないということを思っていましたのでまあそういう競馬をさせました。 3コーナーから4コーナー後ろを少しずつ引き離していきました道中の馬の感じはいかかかがででしししたか時計もしっっり走ってるしそう,、えー、そうですね,ね道中、まあ、向こう正面もずっと手応え良くて3コーナー、4コーナーと、ね、突き放す形になったんですけれどもそれでも全然手応えありましたので、まあ、このままいけば、まあ、1着でゴールっていうことが、ね、想定できましたね早々と。 そしてそのまま先頭でゴールを駆け抜けてくれましたタッチロキシとのコンビで7戦7勝陣馬ともに10勝初制覇となりましたゴールした瞬間のお気持ちはいかがでしたかそうですね、あのーまあ、オーナー様の調教師,教師、まあ、その他関係者の皆様に本当感謝しているとともに、まあ、今までこうやってこういうフィールドで勝つことができなかったということに本当に 自分の未熟さが表向きになってしまったことを、まあ、そ,ういう目はそういう意味では反省,反省している点もあります仕上げ8号の今後の可能性についてはいかがでしょうかえーとまだまだ、ね、力はあると思いますので、まあ、これからもちょっと連勝を狙っってていいきたいと思っていますそれではお集まりいただきました応援してくださいましたファンの皆様にもう一言メッセージをお願いします。 えー、今日は暑い中、えー、足を運んでいただき、またテレビでもご,はんご観戦いただいている方々、本当にありがとうございます、えー、あと2日間、大井競馬場、まだまだありますので、えー、応援のほど、よろしくお願いいたします優勝おめでとうございました、立野隆二騎手にお話を伺いました。